ははい今日は6年生のこちらの夢の夢実現というこちらをね書いいいいていきたいと思いますこ,こ中心線こう取ってますでここがねあの書、ー、き初め用紙の大きさの枠ですねでこちら右ギリギリですねここね一番出っ張るのがこのラインなんですけどこここうになってますここ,こにね字の外形っていうのはこういうふうに。 真ん中ちょうどひし形のような感じです真ん中辺りがこう長く出てくるようなイメージなんですがこちら名前あの学年がちょうどここに入ってくるのにこの年がぶつかるような感じになりますけどここ少し広めですねこっちに比べるとね。そして一つ一つちょっと見るとこうまずは下がどんどん広がっていくっていうことなので上があまり長すぎないこと。 えこうキュッと持ってきますこのね字があまりこう何て言うかなこう上に上がりすぎてないっていうか結構平坦な感じには見えるんですよ。ただこう下がちょっとでも下がったりすると次の角も下がんなきゃいけなくなるんですねこういうのがね。だからやや右上がりはやっぱりこう必要なんですこういうところこういうところね。 だからどれも全部ちょっと上がり目な感じで持っていこうとしてくださいこうまっすぐに見えるんですけどねちょっと上がってきてくださいねで左のこういうのに対して右は少し上がっていきますここ高い位置からこう入ってでこちらもこちらも頭が結構しっかりめに長さがあって逆にこの下の部分っていうのは短いですなぜかっていうとこちらにぶつからないようにしてます えっとこっち側にねちょっとここに余白があるのでこっちに書いていきますこういう風にして頭出しといてこちらこう短い感じでここからこういう風に来てこうしてす今のこの感じを少しね,あのね意識していただきたいですこうやって毛筆のこの線を見るとあんまりわからないんですけど これこうしてサーってやると何がいけないのかっていうと次のこの部分こう書いた時に必ずぶつかるですよねこれねそのぶつかりをあのならないようにというかぶつからないようにこうきてこちらに逃げるような感じですねそんな感じがこういうところに出てあげるといいかなと思いますでえー、っとあ今ちょっとねこれ これに対してこちらがちょっと内側にこう入ったんですがこのお手本見ると実際はねほぼ一緒なんですよこことここのラインがこうねなのでこの1画目のこの長さとここの長さ大体一緒と思っていいですですのでちょっとこのぐらいあっていいかなこういう感じでこうに持ってきたらいいと思いますキュッキュッと。 でこの縦のラインはあのーまあ、ここでこうやって揃うって思ってもらうんですがここしっかり内側にちょっとこう締めましょうねこうキュッと締めてください、えー、それからはい次が一番その出っ張るよって言ってたここのライン、まあ、まず真ん中真ん中ねこれ入れますけどこうで先ほど言ったように横のラインっていうのは下がってこないようにするっていうところですでこちらこういう風にこれは徐々に 強くくなっていく力が。だから気質っていうのはあんこれ強くないんですよこうこうここねこうきてこういう感じのラインですこういうここスッと入れたらギューってだんだん強くしてってくださいこういうとこが難しいですよねそれに対してこちらこういうふうに当ててますでスッとこれねまっすぐほとんどまっすぐですが できるならまあやっぱりこれがこう上がってきてくれたらこれもちょっと上がり気味がいいですここねここもここにも横角がありますねこの横にこうこういう線ねこの部分もほら下がってないですよねこう下がらないんですよちょっと上がってるんですってことはやっぱこれも下がっちゃうとこれ上がれなくなっちゃうので全部上がるようなイメージで なのでここに当てたらスッとこういう感じで同じように上がってあげると描きやすいと思います。でここ見てもらった通りあの右側結構ギリギリまで来きますよね。とことは気持ち右の方がちょっと長くまでこう頑張って出ていいかなっていうところ。 まあ極端にやると変ですよそれにあの、まあ、紙にも限界がありますからそんなそんなたくさんは出れないんですけど少しやっぱこういうところ大きいですよね置き具合が大きいなのでこうしっかり置いて横にこういけるようにちょっとこっち横に出ておいて置いてこういう感じでこの角度も見といてください こうしてこうにならないようにここはこうにしたら小さく内側へ小さくていいですけどねそう,そういう感じにしましょうそしてこの,なの「た」みたいなこれですけどねこれ結構書きづらく感じますよねこうしといて先ほども言いましたちょっと上がるぐらいのイメージでこうしといてここしっかり置いといてからうーんこれに対して 少しこう下かなこれは横にちょっとこう左へ行こうとするのとちょっと下に行くのとこうしといてこういう感じかなそんなに強くはないですけど平行かなちょっとこうかなって感じですねこう来てこう来てこういうラインでこういうとこ見ましょう,こ,うここの打ち込みこう。 うん、これ難しいかなよく見てくださいね、えー、中心線がこうにありますねそこからこう広がっていくようなイメージにしたいのでここはこんな感じですスッとまずこれぐらいな感じで持ってきて頭を上出して下をあまり出さない こちらも左より上あの右の方がこう上がるように左と右っていうのはこトントンってありますよねこれね左よりも右が高くなるようにしてこう打ち込んでしっかり頬を立てましょう。こ,こね穂を立てます。あ昨日使った筆と違うんですよちょっと割れが激しかったのでねちょっと新しいのにしました。こうしといてこうきてスッと逃げるような感じです。 このねさっきあの鉛筆でも多分言ってますがこっからこうしてこう逃げるような感じにしてあげると今ちょっとなんかわざとらしくなっちゃいましたけどね自然にやりましょうでこうしといて次がここと同じぐらいのこういう位置関係でしたねこれをこうしといてキュッこのぐらいなイメージそしてこう横こういうふうに合ってますこれね この当てる角度によってもまた印象変わるのでこれ縦目にこうやって当ててしまうと結構太くなるんですよなのでこう横にす横うーん角度ねちょっと筆のこの角度を考えてみてくださいこうに当てたらいいんじゃないかなとかこうかなこうかなこれぐらいかなとかねそう考えてくださいこうしてスッと持ってくるようにでここからキュッ でこういうところもぶつからないようにあの筆方をね立てましょうあまりまだ使い慣れてないのもありますすごく柔らかいですこの筆こうしといてこうでこういうラインここねこれ難しいですよねその123456789画目かなこう入れて こう太くするような感じでこうグッと押し返すぐらいな感じこうねこれがこうしといてベチョってこうじゃないでしょうねこれすご,すごいベチョってこうなっちゃうのでこんな使い方はしないのでこう入れてグッググってやってもほらこういうラインができる感じですね。 そんな感じで、ここを描いたら、次は、えっ、ー、とこう、こういう感じかな。こう置いて、スッと持ってきて。これね、肩が下がりすぎない方がいいです。この、この感じを出すなら、こっからの、このくらいこのくらいかなこういうラインで、こういうラインで持ってきた方がいいですね。初めのちょっとこうやって下がりすぎちゃった。 このぐらいな感じでこう持ってきて、横、いうふうに、来ると、ここが握手いいかな。うん。それからこの中の他の部分ですよね。えー、このあたりから、横へ行くような。こういって、しっかり立てといて、横、で、ここか。 こ,うこれもこう下に下がっていかないようにこうちょっと上がり調子で短くでここでしっかり頬を立てましょうこうねぐっと,と立ててくださいで少し下にこうやっていくかなぐらいな感じちょっと映なかったですね、うん、この部分こうきといてはいここも難しいんですよこのここに入れるこれ。 こう置いてこ、こう置いて、こういう感じで。こう置いて、こう。ね。こう置いて、こうにするとこういう感じになるね。これです、これ。ちょっとわかんない方、何回か、あの、繰り返し見てみてください。えー こうなってて、同じぐらいからこうこうですねこんな感じで、こう切って立ててそこからこう こ,うですね、こっち向きでこういう感じです。立ててこういうとこ立てて。 のはこちらのお手本ののはここの面積とここの面積を揃えるようなイメージですね、えー、そしてここの部分は結構短めですねなんとなくこう潰れたような印象がありますけどそう隣にじゃあちょっと書いていきましょうこちらのねこういう置き方ですこう,こう置いてこうですねきますね スッとこううちょっと力抜けていくよよな感じですよここしっかり置いといてスッと抜けてからこう通るようにしてでここを揃えるようなねそういう感じです、ね、続きまして「の」です「のは」はいろんな学年でねやっぱり「の」は出てきてるんですがこれ一緒ぐらいな感じなので空きがね えまず入れ方あの筆こはこんな感じで入れますこうして横に少し行くような感じですねこういうこのぐらいこう入ってグッときてスッとちょっとこう抜けるような感じでこういうふうに回ってこの辺が太くなってますよこんな感じですねちょっとどうしても下はねいつも映んなくなっちゃうんですけどはい実です こ,こ真ん中の線香にあってもど真ん中からキュッと入りますしっかり入って少し細くなるようなイメージですけど短くていいですここをギュッと押さえないでください、えー、それから、えー、夢のこの部分と似てます実のこの2画目ですね置き,のあの置き方この気質のこれはこのぐらいの大きさですけどこちら側にギューッと持ってきて最後は ここでこうやって終わってますね最後のここの方があの筆の形大きくなってますから徐々に力を強くしていくということですでこういうとこ見るとわかりますねで当て方次横の角これはこちらより大きいですねここと一緒ぐらいかなっていう感じで置いてます でこれもあの横のこの角はやっぱりこう少し上がり調子でいきたいですね上がってではいこここんなに大きいですよこういうところ大きいはいいやここちょうどここにここも見といてください横幅のこの空き具合をねあの少しです ここが一番少しこの夢の時と一緒でこうやってちょこっとこうあくるようなちょうど似てますねここの感じもね,ねこのこの関係がねそう、うん、でもこのお手本に忠実にいきたいのでこういう風にしますここ大きくて内側に入る夢と一緒ですねでえー、っとここうーん意外と詰まり気味だなっていう印象ですが こここにこう3本線あります関数字の3のような感じですけど真ん中のこの線は短すぎない同じぐらいむしろちょっとこのお手本では長いなっていう印象です。まずキュッとこのちょっと上がり調子の上がり調子ってこの、あのー、この角度も,もちろん上がり調子なんですよ。だけど反り具合もなんとなくグイーンって感じのこういうこういうラインですね。 真ん中はまっすぐな感じで同じぐらいの長さかやや長いこれ,にこれはちょっと長いのでこのくらいな感じにしておきましょうで一番最後はこういうふうに少し反るかなっていう感じのラインで長さとしては一番長くなるように、ね、ここに入ってこういう少しねこういうラインです。 で頭をキュッとこういうい風に出してておききままますすす、えー、それからっぐ降りてきますここまっすぐ降りてきてちょうど3本線のここを通過するまでまっすぐと思ってこの辺から左へ行くようなイメージこの辺からがいいかな、うん、だからその2本目までは必ずまっすぐのような気持ちで来といて3本目あたりが見えたところからこう左に行くとちょうどいいかなって こう来て、こう2本目通過します。3本目見えてきました。っていうぐらいで、こう左左左ね。新春の光を描いたのは、昨日かな。5年生ですね。5年生の方も一緒に見てもらうといいかもしれない。ここの違いがわかると思います。えーっとね、春っていう字書いた時にちょっと見せますね。これね。 これは横へ横へ行ってねっていうまっすぐ下ろしてこないパターンなんですよこれと逆の逆というかね似たような字ですけどちょっと違う動きをしているのがこちらですこちら間違わないでくださいまっすぐ降りてきてこのあたりからこう左へ行くっていう動き方ですそれでこの左払いができたらその左払いに合わせるように右払いを持ってきますで。 えーとこれをちょっと見てくださいね。こういう風になってるこれを見てみると合わせるように持ってくるんだけど、字のこの字の中の右の下に当たる部分っていうのはえーと少し重めに持ってくる方が綺麗に見えます。えーと重めってどういうことかっていうと。 えと横の角の角話をねねししましたよ、ね、上がってね上がってねって下がってこないでねっていつも言うんですけどその下がってこないでねって言っといてじゃあ、えー、と一番下のこの部分が例えばこういうふうに短くなってしまったとしたらこうなってこうなって全部こうになったらなんとなく字全体がこういうふうになるんですよ。 これってすごく転びやすいっていうか坂道に立っている人みたいになりますよねこれ安定感がないので、えー、っと全部上がるんだけど右下にあるこの辺りの部分っていうのは結構重たく下がってくる方が安定感があるように見えるんですよ。ってことはこの下のラインっていうのが上がらないように。 左のこの部分と同じに持ってくるかあるいはやや下にちょっとだけ下がって少しですよあんまりやるとちょっと変なので少し下がってるぐらいが綺麗に見えます。ってことでこれ左に対して右これもねちょっと下がってますね。あの下げてるっていうよりはあのちょうどこの差でこうあの何て言うかな下がって見え見えるようにこっちから強くやったっていう感じがあの。 しますねこれ自然ですねすごく。でこの左がこういう風になったならここはここをあの目指してくるといいです。うんとまああとはこう角度で迷った時とかこう左がこういうラインで来てたらちょっと自分の,あの手でピーってこうやって合わせてみたりとかしてそしたらこの角度と同じようにこっちこう持ってくればいいわけですよ。 からあの狙い位置としてはこの辺になりますよねやっぱりねストーンってこう持ってくるんですよストーンとここまでこうもうまっすぐ持ってきちゃう,そ,うそしてこういう風に下げてくるようなイメージでそうすると間違いないかなって感じですね実現の実です。 これ夢とかさっきやったやつにね結構いろんなとこ似てるとこあります。スッとこれこう入れて立てといて穂立てます。立てといてスッと抜いていくようなこういうラインが出るといいです。ちょっとだけこういう感じになってるかなってぐらいなんですが次2画目の位置ですよね。うーんこの辺ちょうどここ終わっ であまり下がらないんですなぜかっていうとここがそんなにふんわりが強くないので下げすぎちゃうとちょっとぶつからなくなるのもあってちょうどここと同じぐらいかなっていうぐらいこの辺から入ってまずは優しく置いてみて徐々に太くしてってこう止めます。その時に穂が立ってる そして穂先がこここにありますこうやって置いとくとじわーってだんだんこうあのにじんでいきますよね。どこがにじんでるかっていうとここがにじんでるはずなんですよ。ね、この部分ね。で次の額こここういうラインで置いてますよ。この置きの この置いた時の大きさをねよく見ときましょう。ここよりもちょっと大きいっていう話をしましたよね。置いといて、こう横へ。で、これも角度がこのくらいな感じです。こう夢描いた時と一緒ぐらい。こうして、こんな感じで内側へこう入ってください。で、 うん、次、中の部分ですね、えー。3本線のお話もしてますので、ちょっとその通り書いていこうと思いますが、えー、結構こう下から行きたくなっちゃうんですけど、ここ上が詰まり気味なんです、結構ね。だからこのあたり、まず1本目、これが、ほら、キュイーン、ちょ、ちょっとだけキュイーンって上がるような、少しね。 で、真ん中の線は、このぐらい、同じぐらいの、うーん、長さ。で、最後は、ちょっとだけこうになってるな、っていうぐらいです。こういうラインで。えー、次は、確か、皆さん覚えてますかね。こういう風うに来て。 こここままででっっっすすぐてていいよって言ったんですこの辺りからこういうふうに左へ左へ向かってねっていう話をしましたそうすると見えてくるのはこの下のライン狙い位置はこれだとでもちょっと結構グワーンってこっち来てるけどちょっとこれでやってみましょうか少し太さが加わるのでもしかしてこの辺になるかな感じですけどまずこういうふうに打ち込んで しっかり方を立ててからまっすぐ下ろして左へカーブっていう風に持っていきますちょっと線が変でしたねこういう感じで持ってきて次はストーンって下ろしてだいたい同じぐらいの位置までストーンと下ろしていいですよでここから横横横ってこういう風に抜いていきますははい、弦ですえー、と、弦は これはねこういうラインになってますよねうんと辺の部分下はここあのこうやって引いてみるとここに空きがありますここを空けるようにするっていうこととあの上のラインがこうまあ大体なんですけどこう延長線上になってるなっていうところですまずこう横辺ですけどこう3本線やっぱりあったらギュって少し上がるようなこの 線質ねギュッと引き方としてはそういう感じ短くてちょっと太いような感じですけど横だけどねえー、とそれからこういうふうに当ててここをしっかりめです結構しっかりめに当ててここに向かって。 ってくるんだけど同じ太さっていうよりは頭しっかりめの少しこうこっちが細く見えてるっていうぐらいですのでこうにしてすっ押さえつけません。むしろここからこっちに本来は動きとしたらこういうふうにこうに来てるので。で、えー、ともう一つこちらとこちらが一緒にな,ならなくてもいいです。 っってていいいうののはここちちらかららかかあまり出ししくくななんですよこっちの邪魔をしたくないからでも左はねあのそのお手本によっていろいろですけどここがちょっとこうこっちに出てたりもしますがこの手本の場合は結構ピシッと揃ってるのであの揃えていいですよこう揃えておいてでこちらが短いんだっていうその意識だけはしっかりね持っておきましょう。 そしてそこから下にスッと来といてこういう風に動きがちょっと違いますよね。ここここだいたい平行で来てたのにここが平行が崩れてこういうライン。でもう一つ気づいたら嬉しいんですけどここの部分最後の最後がこっからこう行ってるんだけどこう上がってるんですよここのこの動きね。 これなんでこうやって方向がト,ーンこうトントンって変わってるのかっていうと次の角が頭ここからなのでそこに向かっていってるよっていうのを現れこういうところの表現ができるといいですね。ってことはここからこうして一気にこちらまで途中でこうここでねシュッてやってあの 筆がどっか行っちゃわないように、必ずここからこう。来てこう。繋がりを持ってこうに来れるといい。で、この縦はしっかり引きますよね。しっかり置いてすっと下ろして。これも頭しっかり目で下の方があのー。細くはなってないですけど、ここもうん。そうね。右の方がまあ太くやっぱり見えるかな？ で、置き方もこのあたり横の線はちょっと置きが小さいですよね。で、上がり調子ですっと持ってきて、ここがしっかりなところです。で、グッと左よりちょっと右がやっぱ太く持ってきてるといいです。で、どちらもですけど、うん、と縦のラインがちょっとこう飛び出すようなイメージですね。そして、右の方がやっぱりこう、あの、 たくさん出ますたくさんって言ってもこのぐらいですけどね、えー、この見るという字ですけどここの当て方ここのね当て方見てくださいねで、こう入れて必ずこう左上からキュッと入れたらこれ左へすぐに左へです下に行かないようにしますスッとね 先ほども左払いの話をねしてますけどここがまずこうにきと,といてでこういうふうに下のラインができますのでねここより上がらないようにここねこう下がってきていいですよただちょっとこの跳ねる部分に関してはこういうふうに来るけどあまり重なんていうかな えー、こうしてこうして少しくってここ最後上がっといてあげると跳ねやすいんですよ。これもえっ、ー、と昨日の5年生の方でも言ってますねこれね「光」っていう字のこの部分ねお話しした時にちょっと言ってますのでその辺も一緒に見てもらってもいいかな。えまず1画目2画目は 真ん中、スッときて、三角目、こことここが一緒ぐらいな感じです。でこうきて4画目はっていうとあこの角度がねもうちょいこっち。えー、こっからこういう風にこのぐらいの角度でこう来といて上そしてもっと上こんな感じです。 これこれってある中でこちら角度こうなって最後には上に行くような感じでね持ってきてますでここからこういうふうに来てでちょうどこれがこういう感じで来てあげるとこの延長線上にこれがこうに来れるわけですよちょっと紙足りなくなっちゃったので違う紙に行きましょう全体をね 書いてみようと思いますので、ちょっと見ててください。こうですね。で、こっからこう、同じ長さぐらいにしといて、当てる向きはこう。で、こう来て、どん。こんな感じですね。で、こっから、たしっかりこう、ほう、起こしてください。起こしといて、スッと来て。で、こうして、この辺かな。 を置きといて、ここでしっかり置きます。ね、方こう、ここね、立てといてください。そのままぎゅーっと持ってきて、ちょっと長めです、こちらの方が。ここよりここが長いなっていうところ。そして横トントントンってきます。ここが、あ、ここね、中にしっかり入れ込んじゃいましょう。で、ここ、見せる。入れ込んじゃって、ここ、こう見せる。えここも、 ちょっとこっちもうちょい長い方がいいかな。このぐらいこんな感じになってるといいです。これ、こういうふうに、こっち向きにこうやって当てます。当てて、起こして、左へ。でそうすると、この下のラインがこう見えてきますね。ここに合わせるようにしますよ。こう当てて、起こして、こうきて、こうきて、あ、足りないね。本当はもうちょっとあるといいですね。横がね。で こういういラインです。ちょっと出てますのでもう一回書きますねこう立ててすっとこういう感じですねでここに当てるような感じで横でここをはいしっかり置いてこうしっかり置いといて立てますよほうを起こしてすっとちょっとこっちが長くなってるぐらいですねで しっかり入れ込んで、こちらを見せるように、ここ本がここに、あのありますよ、止めた部分がここねこれもそう、入れてここで、こここれもこのぐらい上がっていいですね。これ全部こういう上がり調子ですね、これがねで、ここに当てます。このラインで当てますで 起こしといて左へどうするとここのラインが見えてきますねそしたら右のこの部分をねやりますよこう置いてしっかり起こしといてからこれはあんまり内側にあんまり張りさえりすぎないこのぐらいでいいです これ短いドラインのね、ところなんですけど、こういう感じで来て、お尻ちょっと上に上げときましょう。このぐらい。今、お尻はじめこの辺にあったんですけど、ぎゅっぎゅっぎゅってこの辺までこう、上げたんですよ。はじめのこの位置からぎゅっとね、これぎゅってこういう感じで上げておいて、そこで止まってから、徐々にぎゅっとこう上げていくような感じ。